皆さんこんにちは。今日は食べる動画です。ダイエットモチベが高い方は保留にしてもらった方がいいかなと思います。休日らしく好きなものを食べる日にしたいと思います。私のチャンネルではダイエットの動画を中心に上げてるので、まあ、そのせいもあってね、普段一体何を食べてるのか、何が好きなのかっていうのがかなり不明になってきてると思うので、今回は大好きな味噌ラーメンを食べにみなとみらいに来たんですけど、パスタ屋に入りました。今真剣に考えております。ラーメンを食べにみなとみらいに来たんですけど、どうしてもたらこパスタが食べたかったのでパスタ屋に入りました。来たー。あ、すっごいいい香り。熱くない。うわ、めっちゃ美味しそう。あ、よかった、汁まだ奥底に隠れてた。いただきます。まだ5分ぐらいしか経ってなくない、うん、美味しすぎる。パスタを5分ぐらいで食べ終えたので、今からデザートを食べに行きたいと思います。ポテトが届きました。お休みの日は普段お友達と会って会食をしてお酒を飲むことが結構ね多いんですよ。実は YouTube ではあまり見せてないんですけど、甘いものもしょっぱいものも炭水化物もお酒も本当に大好きで、大好きだからこそ定期的に意識を上げてダイエットをして、その内容を YouTube に上げているっていう感じになります。なのでどんなものを普段食べてるかとか何が好きかっていうのはあんまり YouTube に上げてこなかったんですよね。まあ理由は見てる人のダイエットモチベーションを下げてしまわないようにっていうことだったんですけど、でもちょっとね、人間味がないというか、こんなに食べることが好きなのになんか普段食べてないんじゃないかっていうね、誤解をされているので、今回ね、まあたまにはこういうのもいいかなと思って撮ってみました。とはいえね、年齢も33歳なので毎日こんな感じの食事をしていては体にも良くないし美容的にも良くないので、日頃から気をつけようという意識はね持ちながら生活をしていますが、私も全然完璧な人間じゃないですし、こういうしょっぱいものとか甘いものをねたくさん食べて太らないんであれば、そりゃもちろん何も気にせず生きていきたいんですけど、まあそうもいかないのでね、意識を上げつつゆるっとした日もありつつで、心のバランスをね保ちながら過ごしております。みなとみらいはねイルミネーションがめちゃくちゃ綺麗でした。ああ、もうクリスマスなんだなって実感しているシーンです。さっぱりしたいからこれに
にしよう。これが一番好き。パピコも好きだけど。帰りにアイスを買いました。これ私がすごい好きなヨーグルトのブルガリアフローズンヨーグルトデザートアイスです。これダイエット中も全然食べれるぐらいカロリー低い102キロカロリーなんですけど、味めっちゃ美味しいので今日も食べます。こんな感じでパルムの白いバージョンみたいな感じです。今日一日食べたものを振り返ってみると、もうほんと小麦粉から始まって、小麦粉食べて小麦粉食べて今アイス食べてるって感じなので、なんかお肉とか食べなかったね今日。意識しないと本当に炭水化物で一日終わっちゃうなっていう、小麦粉炭水化物まみれの体になってしまうんだなって、なんか今日改めて感じました。ダイエットのモチベーションが続かないんですがどうしたらいいですかっていうね質問なんですけど、モチベーションが続かないのが当たり前だから、モチベーションが続かないっていうのはみんなそうだし私もそうだから、本当にね当たり前の現象だと思ってます。なんで続かないかって言ったら、この日までに絶対に体重を落とさなきゃいけないとか絶対に痩せなきゃいけないっていう大イベントって普通に生きてたら存在しないと思うんですね。存在しないってことは自分で作らなきゃいけないんですよね。モチベーションが上がるイベントってじゃあ何なのかっていうと、私が実践していることで言うと、初めましての人に会う約束を定期的に取り入れるっていうことが、日常生活の中にね程よい緊張感を持つことができて、まあ、ダイエットする一つのきっかけ、モチベーションを作るきっかけになるんじゃないかなと思ってます。モチベーションは降ってくるものじゃなくて自分で掴むもの、自分で作るものだと思うので、そういうきっかけを掴んでみるのがいいんじゃないかなと思います。モチベーション上げるのって本当に簡単なことじゃないから、まあちょっとハードル高いっていう人もいるかもしれないけど、それぐらいのことがないとダイエットのモチベーションって上がらないと思うので、まあ実際私もいろんな人に会うようにしていて、どうやってこう自分に程よい緊張感を与え続けられるかっていうことを意識して考えてみるのがいいんじゃないかなと思ってます。まあたまにね、その運動が好きすぎちゃう人とか、そのヘルシーな料理にドハマりしちゃう人とかいるんですけど、それは本当に本当に稀だと思うんですよね。本当にもう特殊な、その自分の何でしょう、才能というか趣味に目覚めた人だけが行ける道であって、運動大好きマンになれると私は思わないんですよ。私の周りに普通の友達でめちゃめちゃ運動好きな人って存在しないんですね。運動したくない、ストレッチもしたくない、栄養も考えたくない、自炊もしたくないっていう人もたくさん知ってるので、まあそれがね結構普通なんじゃないかなと思うので、その自分を責めずに、そのモチベーションが上がらないことが普通なんだけど、その上でどうしたらいいかっていうのを一緒に考えていけたらいいなと思います。ということで、またねすぐ更新するのでチャンネル登録して待っててもらえたら嬉しいです。それではまた見てください。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。